注目のエリアとしては僕は松戸、柏、僕あそこのエリアでやってましたね。大道の浦和、大宮はもう手が出ないので、あたりは仮換地って言って土地の置き換えが進んでいくとですね、住宅新しく建ちますんで街並みがすごい綺麗になるんで、宇都宮においては非常に難しくて 1K の区域数が異常に高いんですよ。外観を超えるような物件というのは少し、気をつけて、群馬、栃木、茨城になると東京の金融機関に関しては渋いとかとかをうまく使いながらやっていくという、時間をかけたのに対しての戻りっていうのは不動産は一番大きい。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。首都圏のサラリーマン大家に向けた注目エリアを解説する本動画、関東で23棟191室を所有している森雄一さんをお迎えし、各エリアの狙い目や金融機関情報について解説していただきました。前編では東京、神奈川の路線価以下で物件が買えるエリアなど、まだ物件価格が上昇していない注目エリアについてお話しいただきました。後編では千葉、埼玉、北関東を取り上げ、どのエリアが今お買い得なのかを詳しく見ていきます。では続いてのエリア行きましょう。続いては千葉県の注目エリアについて教えていただけますか。はい、千葉も非常に広いんですが、やはり注目のエリアとしては僕は松戸、柏、常磐線の沿線ですね、はい、が、まあ、人口も非常にベッドタウンとしても増えてますし、柏、松戸の少し奥の方に行くとまだ生産緑地の兼ね合いとかで、こう市街化調整区域みたいなエリアもちょっとあるんですね、はい、なんで、まあ、そこら辺はその調整区域と市街化区域のギリギリぐらいを狙っていっても面白いんじゃないかなっていうふうに思いますし、つくばエクスプレスの大鷹の森が非常に盛り上がりました、はい、で、南柏があって、ここは流山市っていうんですけど、はい、ここの間のエリアも実は再開発が進んでいて、はい、結構面白いエリア、まだ土地も安いです。あ、そうですか、はい、なのでそういったところはこう狙っていっても面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。今実際に持たれている物件のエリアはどのあたりになるの？そうですね、僕流山に持ってます。実際に持たれてるんですね、はい、南柏のところに一つ持っていて、もうそれはもう、8年ぐらい持ってますけど、ほぼ満室で回って、新築で建てましたけどね、はい、そうですか。いう感じです。で、北松戸にも物件を持ってまして、それもほぼ満室で、築30年のもうボロボロのアパートなんですけど。あ、そうなんですね、はい、おかげさまで回ってますね。ただそこはちょっと気をつけないといけないのが、柏と、松戸の駅を離れていくと、はい、1K がかなりあるエリアなんですよ。なので あまりさっき言った通り、やっぱり単身のその狭いのの、はい、多いのっていうのは少し苦戦をするエリアでもありますんで、管理会社あそこいっぱいありますんで、ここのエリアってどれぐらいの家賃ですか、これだったらつきますかっていうのを聞いて回ってた時期もありますね。はい、そうすると、まあ、25平米ぐらいであれば、そうですね、家賃帯どのくらいですか。だいたいあそこで6万から5万ぐらいの間ですね、それぐらいですね。でも築30年の、築30年の方は、今家賃3万ちょっとですね、はい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 、それぐらいですね。あ、でも満室で回ってるんだったら全然いいですよね。利回りでいくと 15% ぐらいで松戸は回っててるので、結構、まあ、返済比率的にもいい物件ではありますね。そうですね、はい、ですね。まあ、今から購入しようと思っても狙い目ということなんですよね。あ、そうですね、逆に今から そのエリアとして注目をしていっていいかなというふうに思いますんで、はい、融資の方ももちろんつくような状態。そうですね、まあ、千葉銀行、ね、京王銀行ですとか、千葉高銀ですとかがお膝元ですんで、はい、まあ、今千葉銀行さんが新規が結構厳しいのでらしいですね、はい、ですんで、まあ高銀さんとか慶応さんとかにうまく話を持っていってお話ししていくと、結構慶応さん、僕あそこのエリアでやってましたね。あ、そうですか、はい、前向きでした。結構価格大きくてもいけそうですか。価格大きくても結構慶応さん、その時当時2年ぐらい前ですけど、そうなんですね、はいはい、よかったですね。じゃあちょっとここを狙っていきたいエリアですよねそうですね、狙っていって面白いのかなというふうに思いますね。なるほど、はい、初めての不動産投資、先輩大家さんに相談したい。不動産投資の悩みを気軽に相談するなら楽町相談室、楽町で検索。
続いての部分なんですが、続いては埼玉県、はい、教えていただいてもいいですか。はい、埼玉ですね、まあ、王道の浦和大宮はもう手が出ないので。あ、手が出ないですか。もうすごいですよね、浦和なんかもね。あ、確かに高いですよね。そうですね。で、まあ、あのランキングではやっぱ上位は浦和大宮が、まあ、土地の上がりランキング、マンションの上がるランキングでも上位に来てまして、 170% ぐらいで実は上がってるんですけど、草加、越谷で、三郷、吉川、八潮、ここら辺がですね結構狙い目でして、はい、バイパスが通ってるっていうのももちろんありまして、物流倉庫が今非常に増えてきてまして、はい、でかつですね、その、三郷あたりは仮勘地って言って、その、土地ってバラバラになってるのをきれいに区画整理して、はい、あなたはここに行ってくださいよっていうふうに全部交渉していって、道路を都市計画上通していくっていうのをやってまして、うん、それでですね、駅の前とかがすごく綺麗になってきている、はい、エリアなもんですから、土地の置き換えが進んでいくとですね、はい、住宅新しく建ちますんで、街並みがすごい綺麗になるんですね。今その仮勘地が進んでる状態って今 どうなってる。三郷が今、土地を入れ替えましょうって言って OK ですよって言って、はい、一つ一つ住所が決まっていっているっていうような状況。今はほとんどあまり何もない状態。あ、もう立っているところもあれば何もない状態のところもありますっていう。ああ、それが入れ替われてる、まさにこれからっていうような感じですね。はい、でそれがこれから、吉川ですとか八潮ですとかにも広がっていくっていうのを少し聞いてますんで、まだ先にはなるとは思うんですけど、うん、そういうエリアっていうのを狙っていっても面白いんじゃないかなっていうふうに思いますね。それって売却出てるものなんですか。売却出てますよ、意外と。あ、出てるんですか。はい、出てます出てます。物件としても建物付きで、はい、建物付きで物件出てますね。あ、はい、じゃあそのあたりも今見られてるんですかね。そうですね、見てますね。ずっとエリアでその住所だけでピックアップして探したりですとか、現地の不動産屋さんにそこの水面下の情報があったら教えてねっていうような話をしています。結構まあ新しくなっていくところって本当に狙い目ですよね。はい、そうですね、狙い目ですね。一方でその逆に気をつけないといけないのが、やっぱり草加のエリアは独協大学もあるっていうのもあるんですけど、はい、1K のやっぱり先ほど言った賃料が少し低めなんですね。競合がたくさんあるっていうのはもちろんあるんですけど、エリアからするとやっぱり少し低め、賃料が取れないんですよ、 1K が。そうなんですね。だからそこら辺のその、エリアの 1K は少し気をつけた方がいいかなっていうふうには思いますね。ファミリーは大丈夫です。はい、ファミリーは大丈夫です。まあ、なかなかこう競合があるとどうしても全体的に下がってしまうというところがありますよね。そうですね、元々の供給が非常に多いと、やはりその新しいものに行ったりですとか、うん、賃料のある程度、まあ、取れるところに住みたいっていう、はい、25平米でも出したいっていうふうになるので、やっぱりどうしても前に立ったものとか狭いものっていうのは差別化ができないっていうふうになってしまうというような感じですね。その築浅で最初のうちは良かったりしますよ ね。 そうですね、おそらく最初は回るし、新築プレミアムがついているときは利回りが保証されるんですけど、 その後の家賃契約率のスピードが速いので、そうなると売るときに売価が追いつかないんですね。ですので、そこのスピードが速いようなところは僕もなるべく避けるようにというふうにはしてますね。うーん、はい、怖いですね。怖いですよね。はい、まあ、そうなってくると、まあ、そのまずは平米数というところをしっかり注目しつつ、はい、そのエリアごとに狙っていくというところだと思うんですが、そうですね。はい、結構埼玉エリアっていろいろピックアップ上がってますよね。他にもありそうですか。はい、そうですね、他にもありますね。はい、まあ、もちろんですけど、その浦和とかは高いんですが、はい、川口ですとかもまだ、はい、あの可能性があるエリア、まあ、住みたい街のランキングでも非常に上位に来てたりですとか、はい、あそこはですね、あの医療費の控除が非常にある。そうなんですね。はい、市なんですよ。市がすごく力を入れてたりするので、あのですので川口の高速鉄道のところの、はい、戸塚安行ですとか、うん、僕も川口の戸塚安行の徒歩少し行ったところに一つ物件を持っていて、はい、もう一つも川口で持ってますけど、鉄骨の旧世帯ですけどほぼ満室で、空いたらすぐ埋まりますね、そこは。あ、そうなんですね。はい、へえ。なので意外と駅もちょっとあるのに
埋まりますね。やっぱ需要があるっていうことですよね。そうですね。あと家賃が結構下支えが強いっていうところがありますね。金額どのいくらぐらいですか。金額でも3万半ばぐらい後半ぐらい取れてるな。4万ぐらい取れてるかな。だからそのさっき言った松戸と同じぐらいの広さなんですけど、1万ぐらい上で取れてるっていう感じですね。いいですね。はい。はい、埼玉だと他のエリアはいかがでしょうか。埼玉ですとですね、まあ、一番東京寄りの戸田ですとか、まあ、和光ですとかは、非常に狙い目ですね。で、まあ、上がってきてはいるんですけど、和光の駅前にですね、大きな開発が今入ってましてですね、本当に大きい開発が、でタワーマンションがバッて立つっていうような、で戸田も同じように駅前にやっぱりタワーマンションが建ったりとかして、はい、そこの周りの物価がボンって上がったんですけど、はい、そこら辺は結構僕も注目してて狙っています。特にその以前、現地に行ったこともあるんですけど、戸田の駅から本当15分ぐらいのところで、はい、ファミリーの世帯のやつは買い付けを入れてっていう風にやってたり、それもほぼ路線化で利回りも 10% 超えてるっていうような、はい、物件で 12% ぐらいだったかなっていう。そうなんですね。はい、そうですね。結構高いですね、はい、高いですね、利回りも。しかもそれもファミリーのアパートだったんで、結構あそこら辺のエリアは、まあ、土地も含めて注目してますね。都心にもアクセスがいいので。そうですよね。はい、そうなんです。あ、埼玉かなり暑いなと思いながら。埼玉は結構面白いですね。ちょっと狙いたいですね。はい、狙っていきたいですね。ありがとうございます。はい、では続いてですね、北関東の方も少し聞いていきたいなと思うんですが、はい、まずは茨城県から。はい、そうですね。茨城も広いんですけど、やはりまあ筑波ですね、がやはり非常に伸びているっていうのがあります。もちろんその学園都市っていうのもありますけど、筑波エクスプレスと JR と両方乗り入れているっていうのもありますので、非常にこう、まあ、盛り上がっているエリアだなというふうに思いますっていうところですね。まあ、金融機関で行くと、筑波銀行ですとか、